皆さんどうもこんにちは。いつもご覧いただき誠にありがとうございます。本要約チャンネルの竹見です。それでは早速、本日のお品書きは次の通りです。一言で、失明原因ナンバーワン、目が破れる。飲み続けると目の血管が詰まって、最悪失明する悪魔の飲料について。 二件で99、99%の日本人がなぜか食べない、目が若返ってすべてが見えるようになる、神の食べ物二線について解説していきたいと思います。それでは早速、一件の、失明原因ナンバーワン、目が破れる、飲み続けると目の血管が詰まって、最悪失明する悪魔の飲料から解説をスタートしていきたいと思います。さて、この動画の最初となる一件では、一口でも飲むと、大げさではなく、目が破壊され、二度と 元に戻らなくななくってしまうようよ猛毒失明飲料について合計5つご紹介していきたいと思います。こういった飲み物を飲み続けているとどんどん目が悪くなっていくので本当に要注意です。それでは早速1つ目に紹介したい猛毒失明飲料は日本人の3大失明原因が全て揃ったカフェラテでございます。さて、 エスプレッソコーヒーにミルクを入れたカフェラテはカフェやレストランで定番の飲み物となっています。何にも加えないブラックコーヒーよりもまろやかな口当たりのため胃にも優しくいつも飲んでいるという人も多いのではないでしょうか。確かにカフェラテは適量であればいいのかもしれませんが実は飲みすぎると 視力が低下してしまう恐れのある大変リスキーな飲み物であるということは絶対に知っておかなければいけません。特にカフェラテに牛乳だけでなく砂糖も入れているという方は失明のリスクまでありますから絶対に気をつけていただきたいと思います。甘いカフェラテというのは次の3つからできています。1、砂糖2、コーヒー3、ミルク この三つです。実はこれら三つすべてが私たちの目に大きな悪影響を与えてしまう恐れがございます。まずは砂糖です。そもそも砂糖が目のみならず私たちの体のあらゆる部位にとって最悪の猛毒であるということは有名なお話ですよね。砂糖は血糖値を爆上げし糖尿病のリスクになるだけでなく血液をドロドロにしたり脳をドーパミン中毒にするなど 非常に危険なデメリットが盛りだくさんでございますそんな砂糖は緑内障、糖尿病網膜症 カレー、黄斑変性症といった数々の目の病気の元凶であるということが知られています。実はこれら3つの病気は私たち日本人の失明原因のトップ3となっています。これら3つの病気だけで日本の失明率の53.4%を占めていて逆に言えば日本人の失明の半分は砂糖が一因であるとも言えるんです。砂糖を食べると それが腸から吸収され、急激に血糖値が上昇しますよね。血糖値というのは、血液の中の砂糖の濃さを表しています。砂糖が濃ければ濃いほど、血液がドロドロになることは簡単にイメージできます。一方で、緑内症というのは、眼圧が上がることで、目の神経である視神経が圧迫されてしまい、最悪失明するという怖い病気です。そして、そのように眼圧が上がってしまう 原因ののつがドロドロロ血液なんです目というのはとても繊細な臓器ですから非常に細かい毛細血管が張り巡らされているんです。砂糖入りのカフェラテを飲むとドロドロの血液が そうした毛細血管を詰まらせてしまいます。詰まったホースの根元で圧力が上昇するのと同じで血糖値が上がって詰まった毛細血管は眼圧を爆上げします。このような理由で砂糖は緑内障を悪化させてしまうんです。また砂糖のデメリットはそれだけではありません。砂糖が糖尿病の原因になるというのは誰もが知っているでしょう。糖尿病というのは それ自体が怖いのではなく、実は合併症の方に本当の恐ろしさがあります。糖尿病には、透析導入理由ナンバーワンの糖尿病人症や足を切断することになる糖尿病性神経症をはじめとした三大合併症と呼ばれるものがあり、その一つが、 糖尿病網膜症でございます。糖尿病網膜症は日本人の失明原因の約2割を占め、緑内症と違う大きな特徴は比較的若くして失明してしまうという点であります。若い人の場合は30代でも失明するケースがあり、50代で失明するのはむしろ遅い方であると言われているほどなんです。若いうちに失明してしまうと仕事ができなくなる だけでなく人生の幸福度が地の底にまで落ちてしまいますよねそのため糖尿病網膜症は絶対になりたくない病気の一つでありますそして最後に過励黄斑変性症についても軽くサクッと触れておきます過励黄斑変性症はその名の通りで目の黄斑という部分が老化によって変性してしまうという病気でございます 黄斑というのは目に入った映像が投影されるいわばフィルムの役割を果たす場所なんです。フィルムの形が変形してしまえば見え方がおかしくなってしまうのは当然ですよね。このような黄斑の変性の原因は酸化ストレスやエイジスといった老化物質であると言われています。そして砂糖入りのカフェラテはこれらの老化物質も爆上げしてしまうんです。砂糖を摂取して血糖値が爆上がりすることを 血糖値スパイクと言いますが、このような急激な血糖値の変動は、それ自体が体にとって大きなストレスとなってしまいます。また、砂糖を摂取すると、体内のタンパク質が透過され、大量のエージスが発生し、黄斑に蓄積されていきます。エージスというのは、いわば、食べ物の焦げですから、そんなものが目のフィルムに蓄積してしまっては、目が見えなくなるのは当然のお話です。このように、砂糖だけでも、 目にとっては最悪なのに、そこにさらに牛乳という、これまた失明の原因となる飲み物を流し込んだ最悪の飲み物がカフェラテでございます。実は牛乳というのは白内障のリスクを高めてしまうということが分かっています。牛乳は私たちの体内で分解されることでガラクトースという糖に変化します。実はこのガラクトースは一定量を超えると 目の水晶体に蓄積されてしままう性質があります水晶体というのは目のレンズの働きをする場所ですからガラクトースによってここが濁ると光が目に入ってこなくなりますそうなれば 説明してしまうのは当然であると言えます。特に先天的にガラクトースの代謝障害を持っている人は、ガラクトースを上手に代謝することができず、白内障になりやすいことが知られています。また、たとえ代謝障害でなくても、牛乳を毎日飲んでいれば、少しずつガラクトースが水晶体に溜まっていきますから、目の健康のことを考えるのであれば、正直なところ、できる限り牛乳は控えておきたいところです。 そもそも日本人の多くがですよ、乳糖不代症という牛乳を飲むとお腹を壊してしまう性質があります。また、牛乳は大人になってからはカルシウムの吸収効率が落ちるため、子供の頃のようにたくさん飲んでもあまり健康効果がないことも分かってきています。このように、 牛乳には目以外にも様々なデメリットがございますので、やはりコーヒーはカフェラテではなくブラックで飲むのが一番であると言えるでしょう。とまあね、ここまで散々。 カフェラテをこきおろしてきたわけですが、自宅でブラックコーヒーを入れて、そこにね、少量の牛乳を加えて飲む、自分で作ったカフェラテであれば、正直全然許容範囲と言えます。どうしてもね、ブラックコーヒー苦手ですと、カフェラテが大好きなんだという方は、自分で作ってください。 そして牛乳はね、できれば少量だけにしてほしいです。これならばほとんど健康に害はないでしょう。コーヒーが本来持っている健康効果もゲットできるでしょう。 ですが、カフェラテの中でも本当にやばい。もう二度と飲んではいけないカフェラテというものが存在するんです。それは市販の甘いカフェラテでございます。コーヒーショップ、あるいはスーパーやコンビニなどでよく売られているような甘いカフェラテは本当に史上最悪の飲み物といっても過言ではございませんので、これを聞いている皆さんだけはぜひとも飲むのを控えていただきたいと思います。また、成分がコーヒーと 砂糖と牛乳の三つだけで、それ以外の余計なものが入っていない、無添加のカフェラテであっても、もう十分体に悪いのに、市販されているカフェラテには、それ以外にも人工甘味料とか、乳化剤とか、香料とか、実に様々な添加物が加えられているものが多いです。本当に目も当てられない飲み物に仕上がっているため、今後は一口たりとも飲まないということを固く決意していただきたいと思います。 それでは次二つ目に紹介したい目が破壊されて二度と元に戻らなくなる猛毒失明飲料は眼圧が爆上がりし目が破裂するブラックコーヒーでございますさて ブラックで飲むのが一番だとはいいども、実はブラックコーヒーもまた一つ注意点がございます。それはやはり飲みすぎです。飲みすぎによって失明のリスクとなってしまうことが知られています。まず、あらかじめ誤解のないように申し上げておかなければいけないことは、基本的にブラックコーヒーは非常に健康的な飲み物だということ。 コーヒーは、癌を予防する効果から、細胞の老化をストップする効果に至るまで、安いにもかかわらず、あらゆる健康効果が目白押しの、まさに奇跡の飲み物といっても過言ではありません。 さらに、コーヒーに含まれる良質なポリフェノールには目のサビを取ってくれる高い抗酸化作用もありまして、基本的にコーヒーは目に良い飲み物の一つであると覚えておいてほしいんです。ですが、残念なことにコーヒーには飲みすぎによって目に悪影響を与えてしまう物質も少しだけ含まれています。それがカフェインです。そもそも。 カフェインは中毒物質であることからもわかる通りで、あまり体には良くない物質です。カフェインを取るメリットは、代謝がアップして痩せやすくなったり、頭がスッキリすることぐらいで、その裏には脱水作用、覚醒作用、カフェイン依存症の問題など、数々のデメリットが隠されておりますから、カフェインとは上手に付き合っていかなければいけません。それだけでなく、カフェインには失明の原因になってしまうというデメリットまである ということも知っておいてほしいですカフェインが目に悪い理由としましては例えば 血管が収縮して目に血液が行き届かなくなるとか眼圧が上昇して緑内障が悪化するとかホモシステイン眼症の原因になるといったことが挙げられます突然ですが皆さんの中に変頭痛などの頭痛に今悩まされている方はいらっしゃいませんかそんな皆さんはカフェイン入りのコーヒーを飲むことによって頭痛が和らいだという経験をねお持ちかもしれませんこのように カフェインによって頭痛が和らぐのはカフェインに血管を収縮させる作用があるためだと考えられています。頭痛の原因の一つは脳の血管が拡張して白動によってズキズキと神経や髄膜が圧迫されるためであると言われていますがカフェインを飲んで血管が収縮することでこの圧迫が解除され頭痛が治まるというメカニズムであります。このように聞くと血管が収縮するのはいいことのよう に思われますが実はそういうわけではありません血管が収縮すると血圧が上がったり深部体温が低くなって冷え性になるなどあまり良いことはないんです特に目に関して言うと血管が収縮することで目にきちんと酸素や栄養が行き届かなくなります先ほどの通りただでさえ 目の血管というのは細くて繊細なものなんです。そんな血管がカフェインによってさらに収縮してしまっては目に血液が届かず、目の細胞が酸素不足や栄養失調に陥ってしまうんです。さらに、 血管が収縮すれば血圧が上がって血圧が上がれば当然眼圧だって上がっちゃいます。カフェイン入りコーヒー2杯で血圧は約 8mHg、mm、上昇するとも言われていますからもともと高血圧の方は特に注意が必要です。血圧が多少上がった程度ですぐに緑内障になるわけではないんですがもともと緑内障気味の人は持病を悪化させてしまう恐れはあります。このようなことからカフェイン ののコーヒーヒによっってて血管が収縮してしまううととといいいははちっとも良いことではないんでなんすさらにカフェインには血液中のホモシステインというアミノ酸の濃度を上げるという作用が知られています。ホモシステインはカフェインの他に喫煙やアルコールによっても増加することが知られていて目の組織を傷つけて落雪症候群の原因となってしまいます。落雪症候群というのは目の組織が剥がれ落ちて不気状の物質 質がが飛飛びび散散ってしまままうううという病気でありりすす目目ののの表面に常にに常塵のよよなななるる状態になるため当然目の見え方は悪くなりますよねこのように、カフェインには数多くのデメリットがあり、それゆえカフェイン入りのコーヒーは飲みすぎ注意だというわけなんです。とはいえ、カフェインさえなければコーヒーは非常に素晴らしい飲み物で、先ほどの通り良質なポリフェノールによって失明のリスクを下げてくれる効果もございます。 そこでおすすめなのはカフェイン入りのコーヒーの摂取は日中の3から4杯程度に留めてそれ以上やあるいは午後以降の場合はカフェインレスコーヒーを飲むといった風に上手に使い分けるという方法であります。これならば カフェインのデメリットを最小限に抑えつつ、コーヒーの最強のメリットを最大限享受することができるわけです。どれほど体に良いものであれども、適量が肝心ですから、ぜひコーヒーとうまく付き合って、死ぬまで失明しないような、健康的な目を維持していこうではありませんか。それでは次、三つ目に紹介したい。目が破壊されて二度と元に戻らなくなる、猛毒失明飲料は、目の水分が干上がって、角膜がや れるストロング系柑橘でございますさて皆様、ストロング系の肝虫肺というのは、失明の原因になるばかりではなく、体全体の健康のために、絶対に今後二度と口にしてはならない飲み物であります。肝虫肺は食道癌や肝臓癌など、あらゆる癌の原因となる上に、 糖尿病や高血圧など考えうるすべての生活習慣病を引き起こしてしまいます。先ほどのコーヒーが正しく飲むことによって高い健康効果が得られる一方で、肝中肺はあまりにリスクが高い一方で何一つメリットがない史上最悪の猛毒といっても過言ではないでしょう。これはね、私だけが言っていることではなくて今では様々な書籍とか YouTube などで本当にたくさんの医師がストロー ロング系柑柱灰の危険性を継承しておりますさて ストロング系肝虫肺が持っている目に対する悪影響にはどんなものがあるでしょうか例えば、目の水分が蒸発し、角膜に無数の傷がついてしまうというデメリット、ビタミン A が欠乏し、暗いところで見えなくなるというデメリット、大量の人工甘味料によって失明リスクが高まるというデメリットが挙げられます。そして、まず最初に注意しておきたいのは、これらのデメリットというのは、ストロング系肝虫肺が持っている数々の 外薬のほんの一部にしか過ぎないということ中でも柑橘肺を飲むことで最も早く問題になるのが角膜の乾燥です角膜というのは目の最も表面にある薄い膜のことで目にとっての皮膚のようなものであると考えるとわかりやすいでしょう皮膚のようなものだといえども普通の皮膚とは違って角膜は透明でものすごく薄く傷つきやすい性質を持っていますこのような繊細な角 角膜を保護するために私たちの角膜の表面には油層というとても薄い油の層があるんですねこの層は皮膚におけるボディクリームのようなもので角膜を保湿し乾燥を防いでくれているんですですがなんとストロング系柑ハイはこのような大切な油層を破壊してしまうことが知られています意外なことに私たちの涙というのは実はね血液と同じ成分で できています非常に話を単純化すると、血液から赤色の成分を取り除いたものが涙だとイメージしていただけるとわかりやすいです。ストロング系缶虫肺というのは、 大抵、最低アルコール度数が9%程度と高い上に 500ml 缶などで一気に大量に飲みますよね。そのため、飲んだ直後に血液中のアルコール濃度が爆上がりしてしまいます。そして、涙というのは血液と同じわけですから、缶中排を飲んだ直後は涙がアルコールまみれになるというわけなんです。最近どこにでもあるアルコール消毒を思い出してほしいんですが、アルコール消毒をやりすぎると手が 乾燥してカピカピになってしまいますよね。 これはアルコールに油分を飛ばしてしまう性質があるからなんです。では、ストロング系冠ハイを飲んで、涙に高濃度のアルコールが混じってしまったらどうなるでしょうかそうです。涙に含まれているアルコールが、大切な角膜の輸送を破壊してしまいます。輸送が破壊された角膜はいわば無防備な状態ですから、中の水分がどんどん蒸発して、急速にドライアイになってしまいます。こうして、角膜が が空気にむき出しととなることでアルコール消毒をしすぎた手と同じく目がボロボロになってしまうというわけなんです。 また、ストロング系肝虫肺を飲んだ後はしばらく涙がアルコールに汚染されています。急性のドライアイによって角膜が傷つくと目が痛くなって充血し、よりたくさん涙が出ます。ですがその涙はアルコールまみれの涙ですから、結局は火に油を注ぐことになり、どんどん目が悪くなっていくんです。このように、ストロング系肝虫肺は目の表面にとっても最悪ですが、実は目の中身にまで大きな害を及ぼします。 なぜならストロング系缶酎ハイのような強いアルコールは。 目にとっての栄養であるビタミン A を吸血鬼のように吸い取ってしまうからです。私たちの目は外界の光を電気信号に変えて脳に届けているわけですが、このような光から電気への変換に必要な消耗品がビタミン A でございます。そのためビタミン A が不足すると光が目に入ってもそれが電気信号に変換されず脳に伝わらなくなってしまいます。このような目の障害は暗い場所で顕著になります。 なぜならば、暗い場所というのは、そもそも入ってくる光が少ないですから、ただでさえ少ない光が、ビタミン A 不足によって、電気信号に変換できなければ、暗いところで何も見えなくなってしまうというわけなんです。これが、いわゆる、鳥目であります。そして最近の研究では、ストロング系肝虫肺のような強いアルコールは、 ビタミン A をを欠乏させ取り目を引きき起ここすすとということが分かってきておりますアルコールによるビタミン欠乏についてはビタミン B1 が有名ですよねアルコールを分解するため大量のビタミン B1 が消費されてしまうことで疲労が蓄積したり脳が萎縮して一種の認知症のような状態になってしまうことが知られていますですが最近は 実験によってアルコールによって肝臓脂肪が蓄積すると大量のビタミン A が失われてしまうということが分かったんです。そもそもストロング系肝ハ肺は強力なアルコールや大量の添加物によって肝臓に甚大なダメージを与えます。そのためストロング系肝ハ肺は数ある酒の中でも特に肝硬変や肝がんになりやすいわけです。 ですが、ストロング系肝ハ肺を飲んで、翌日にね、すぐ肝硬変になるというわけではありませんよね。肝臓は、私たちの内臓の中でも、最も自己再生力が高い臓器の一つです。そのため、アルコールによって肝臓が傷つくと、肝臓は、一生懸命元の状態に戻ろうとします。この時に、大量のビタミン A が消費されてしまうことになるんです。 体にとっては目よりも肝臓の方が生きるための優先順位が高いわけですから傷ついた肝臓を助けるため目のビタミン A が肝臓に動員されてしまいますこうして暗いところで目が見えなくなってしまうわけです取り目になるとただ目が見えないというだけでなく夜つまずいて転倒して寝たきりになるリスクが爆上がりしてしまいますまた運転されている方にとって取り目というのは非常に危険で事故によって自分自身が 怪我がをしてしまうだけでなく、他人を傷つけてしまう恐れもあります。運転で 人身事故を起こしてしまえば、社会的に人生が終了してしまいますから、取り目というのは、絶対に軽視してはいけない病気であるということがわかるでしょう。またもちろん、ストロング系肝ハイを飲んで、飲酒運転をするなどはもっての他です。ストロング系肝ハイは、アルコール度数が高い上に甘くて飲みやすく、一晩寝ても、アルコールが残存している恐れがあり、意図せず、飲酒運転になってしまうこともありますので、 で要注意となります。このようにストロング系甘中ハイは健康だけでなく人生までをも棒に振ってしまいかねない悪魔の飲み物と言えます。そして最後にたとえカロリーゼロの甘中ハイであっても糖尿病網膜症のリスクがあるということを補足しておきましょう。多くの甘中ハイは砂糖はゼロですが代わりに大量の人工甘味料が使われているんです。人工甘味料は血糖値を上げないにもかかわらず ら甘みを感じるため脳が混乱しインスリンの分泌がめちゃくちゃになることが研究によって分かっているんです糖尿病というのは結局はインスリンが適切に働かないことで起きるわけですから人工甘味料を摂取すると血糖値が上がっていないにもかかわらず糖尿病になってしまうという恐ろしいことが起きるわけです最近では少しずつ人工甘味料の全貌が。 明らかになりつつありまして、なんと普通の砂糖よりも人工甘味料の方が危険であるという研究結果まで出てきました。 このようにストロング系冠ハイというのは失明一直線の猛毒に他ならないため何が何でも皆さんは絶対に口にしないようにお約束いただきたいと思います。それでは次4つ目に紹介したい目が破壊されて二度と元に戻らなくなる猛毒失明飲料は目の血管が詰まって視神経が壊死するフローズンドリンクでございます。さて皆さん暑い夏などについつい飲みたく なるのがフローズンドリンクですよねフローズンドリンクに限らず、キンキンに冷えた飲み物というのは、大変目に悪いという特徴があるんです。これは、冷たい飲み物を飲むことによって、目が冷えてしまうからです。目は朝起きたばかりや、 炎症がが起きてていいいるる以外は基本的に、ね、温めるのが良いとされていますこれは先ほども説明した通りで目に張り巡らされている毛細血管があまりにも細くて繊細だからなんですね。私たちの血管というのはただのホースではなくとても小さな筋肉によってできています。目を冷やすと目の温度を保つために毛細血管がギュギュッと収縮します。これは 血管を収縮させることで体温を逃がさないようにするためですただでさえ細い血管をさらに収縮させてしまっては目にきちんと酸素や栄養が行き渡らなくなってしまいますよね逆に 目を温めることで毛細血管が開き目の血流がアップします。そうなれば目に栄養や酸素がきちんと行き渡るようになるんです。こういった理由から目というのは基本的に温めるのが正解なわけです。またフローズンドリンクのような甘くて冷たい飲み物は当然のことながら肥満を助長します。肥満は糖尿病の非常に大きなリスクの一つですから 糖尿病網膜症の予防のためにもやはり冷たい飲み物は絶対におすすめはできません。 ちなみに、これはね、飲み物じゃなくて、目薬のお話になるんですが、同様の理由で、充血を取る目薬も、目にとっては有害です。そもそも充血というのは、目の毛細血管が開いた状態のことを言うんです。パソコン仕事や、スマホの見過ぎによって、目を酷使すると、目の細胞が疲れて、たくさんの酸素を必要とします。そのため、大量の酸素を目に運ぶために、目の毛細血管が拡張して、 充血するんですつまり充血というのは目の健康のために必要だからそうなっているというわけなんですそんな充血を目薬によって無理やり止めてしまったらどうなるでしょうか 充血を止める目薬の有効成分は血管収縮剤と言いまして、その名の,の通りで、せっかく開いて酸素をたっぷり供給している毛細血管を無理やり収縮させて、酸素の供給を遮断してしまいます。そうなれば目の細胞は酸欠状態になり、目が休まるどころか、逆にどんどん疲労が溜まってしまいます。ですので、目が充血している時は、絶対に充血を止めようとしてはいけません。 むしろその逆で、ホットアイマスクをするなどして、目を温めてあげて、毛細血管を広げて、細胞にガンガン酸素を送り込んでやるべきなんです。もちろん、フローズンドリンクが NG なのとは逆に、温かい飲み物を飲むのは、目に良い効果をもたらしてくれます。特に、 カフェインフリーのカモミールティーなどは自律神経もリラックスして眼性疲労を取る効果があるためおすすめでございます。ぜひ目が疲れた時のお気に入りのホットドリンクを見つけてみてほしいと思います。それでは次5つ目に紹介したい目が破壊されて二度と元に戻らなくなる猛毒失明飲料はあらゆる猛毒飲料の悪いところをかき集めた目が覚める系の栄養ドリンクでございます。さて 目が覚める系のドリンクが目に良くないというのはね、ここまで述べてきたことの総集編と言えるかもしれません。栄養ドリンクやエナジードリンクはタウリン〇〇ミリグラムなどと歌っていて、まるで体に良いようなイメージがありますよね。中には、 先ほど取り目のところで出てきたビタミン A が配合されているような商品もありますから、一見すると目に良い効果がある気がします。ですがそんなことはございません。エナジードリンクには大抵カフェインが入っておりますから、先ほどコーヒーのところで述べた緑内障や、 血管収縮などのデメリットがあるんです。特に、徹夜を乗り切るような強力なタイプのエナジードリンクは、カフェインの量も多いですから、目には相当なダメージとなります。実際研究によって、エナジードリンクを飲むことによって、血管が収縮し、目の視神経の周りの酸素濃度が10% 以上低下したといいう報告もございます徹夜のためにエナジードリンクを注入すると目がシャキッとする気がするかもしれませんがそんなものは大量のカフェインと大量の砂糖によって引き起こされた単なる脳のバグであり幻想に過ぎません 実際には目がシャキッとするどころかその逆で目の大切な神経細胞が酸欠によってエシしてしまいます。おまけに大量の砂糖や人工甘味料はこれまで述べてきたように糖尿病網膜症のリスクを爆上げしてしまいます。このように栄養ドリンクやエナジードリンクには何一つとしてメリットと呼べるものはありません。 でも、目に良いビタミン A などの栄養素が入ってるじゃないかと、それは目にいいんじゃないですかとおっしゃる方もいるでしょう。確かにそうかもしれませんが、栄養ドリンクに入っている栄養素はサプリメントと同じで、普段の食事を補う程度の効果しかないということをね、忘れてはいけないんです。 栄養というのは単体では吸収されず様々な栄養素が複雑に絡め合って初めて体内に吸収され効果を発揮するんです。そのためビタミンやミネラルを単体で取っても何の足しにもなりません。これは例えば食事から取ったマグネシウムはねきちんと栄養になる一方でマグネシウム単体は単なる下痢にしかならないといった例からもお分かりいただけることだと思います。つまり サプリや栄養ドリンクには確かにね栄養素は含まれてはいるもののそれらのほとんどは下痢になって流れ出てしまったり吸収されなかったりするわけです最近では マルチビタミンサプリメントを定期的に飲む人はサプリを飲まない人よりも寿命が短くなるといった驚きの研究結果も報告されております。サプリというのはそもそも工業製品でありゴリゴリに加工された加工食品ですから天然の食材とはかけ離れたものになります。そう考えると 寿命が縮むということも考えてみれば当たり前なのかもしれません。栄養ドリンクやエナジードリンクはそのような工業製品であるサプリにさらに大量の甘味料やカフェインを混ぜた激薬ですから絶対に飲まないようによろしくお願いいたします。それではこの辺で一元の内容をまとめておきたいと思います。一元まとめ。この一元では目が破壊されて二度と元に戻らなくなる猛毒失明飲料について合計 5つご紹介いたたししましたポイント1砂糖入りのカフェラテには緑内障糖尿病網膜症加齢黄斑変性症といった日本人の三大失明原因のリスクが全て揃っているポイント2カフェイン入りのコーヒーは眼圧が爆上がりして緑内障のリスクになるため1日3から4杯に控えそれ以降はカフェインレスコーヒーを飲むと良いポイント3 ストロング系ーハ肺を飲むと目の水分が干上がって角膜が破壊される。ポイント4冷たい飲み物を飲みすぎると目の血管が詰まって視神経が壊死する。ポイント5栄養ドリンクはカフェインや砂糖など目に悪い猛毒の集合体だ。 それでは次に2件で99、99%の日本人がなぜか食べない、目が若返ってすべて見えるようになる神の食べ物2 0について解説していきたいと思います。さて。 一言では飲んではいけない飲み物をご紹介したわけですが、二言ではその逆で食べるだけで老化した目が若返る最強の食べ物について合計二つご紹介していきたいと思います。それでは早速一つ目に紹介したい神の食べ物はみかんの白い筋でございます。さて皆さん、目に良い食べ物としてはやはりね、ブルーベリーが超有名です。これがまあ一番有名でしょうね。確かにブルーベリーが 持つアントシアニンというポリフェノールには目のレンズである水晶体の汚れを落としてくれる効果がございますから高い白内障予防効果が実証されておりますそのためもちろん目の健康のためには積極的にブルーベリー食べてほしいんですがそんなことは言うまでもなくねもう多くの方がわかりきっていることでしょう今さらブルーベリーのお話をしてもちょっとつまらないのでここでは一つ最近明らかになった最新の 研究をご紹介したいいと思います日本で行われた実験によると、みかんが持つヘスペリジンというポリフェノールが緑内障を予防してくれることが分かったんです。 一元で述べた通り、緑内症というのは、日本人の失明原因のトップで、眼圧が上がることで、視神経がやられてしまうことで起きるのでした。実は、みかんは酸化ストレスを軽減することで、眼圧を下げるとともに、ヘスペリ人が、 視神経を保護してくれることが分かったんです。ですが、ここで、絶対に注意してほしいのが、ヘスペリジンは、みかんジュースでは効果が乏しいということ。なぜならば、ヘスペリジンは、みかんの白い筋の部分に、たっぷりと含まれているからなんです。ジュースでは、筋の部分がね、ほとんど失われてしまっておりますから、同時に大切なヘスペリジンも低下してしまい、目に対する健康効果が半減してしまうというわけなんですね。 むしろ、ジュースは大量の加糖によって肝臓を破壊し、ビタミン A 不足などを引き起こしてしまうため、目にとっては良くないと言えるでしょう。そのため、みかんを食べるときはきちんと白い筋まで一緒に食べるようにしてほしいんです。ああいう部分にね、栄養が詰まっているわけなんです。それではラスト二つ目に紹介したい。目が若返って、すべてが見えるようになる髪の食べ物は、冷凍ブロッコリーでございます。さて、 目の健康のため、ブルーベリーやみかんとともに日頃からぜひ摂取してほしいのが、ブロッコリーになっています。 なぜならばブロッコリーは緑内障、白内障、加齢黄斑変性症といった失明の原因となる数々の目の病気を一変に予防してくれるスーパーフードだからです。これはブロッコリーに圧倒的なルテインが含まれるためです。ルテインは紫外線やブルーライトから目を守る天然のサングラスと呼ばれています。目というのは他でもなく光を電気信号に変えて脳に送る ための機関ですから絶えず様々な光によって消耗していきます 中でも紫外線やブルーライトは水晶体や黄飯といった目にとっての最重要な部分を強力に酸化させてしまうためできれば普段からサングラスをかけそういった光を適度にシャットアウトしたいところですですが仕事などでどうしてもサングラスをかけられないこともありますし室内でサングラスをかけていれば暗くてつまずいてしまうなどといったリスクも発生しますその点ルテインは透明ですし むしろ水晶体やお飯の濁りをとって目を見えやすくしてくれますからまさに最強の栄養素と言えるんです。ブロッコリーには 100g あたりおよそ 2mg という豊富なルテインが含まれている上に最近では コンビニやスーパーなどで手軽に冷凍ブロッコリーが手に入るようになっています。冷凍ブロッコリーであれば必要な時にいつでも必要な分だけ解凍して食べられますから保存も効きますしめちゃくちゃ便利ですからぜひ冷凍庫に常備しておくようにしてほしいです。それではこの辺で。 二元の内容をまとめておきます。二元で紹介した、目が若返ってすべてが見えるようになる。神の食べ物は、みかんの白い筋と冷凍ブロッコリーの二つでした。 さて、ちなみに、先ほど一言で述べたことではありますが、コーヒーは適量であれば、目に非常に良い効果をもたらしてくれます。これはコーヒーにクロロゲン酸という良質なポリフェノールが含まれ、細胞や視神経の酸化を予防してくれるためなんです。特にカフェインレスのホットコーヒーは、目を休めて血流をアップし、眼性疲労を取るにはうってつけですから。